原子爆弾、原子爆弾、原子爆弾、原爆、波は、ウランやプルトニウムなどの元素の原子核が起こす核分裂反応を使用した核爆弾で初めて実用化された核兵器でもある。原子爆弾は核爆発装置に含まれる。水素爆弾を含めて原水爆とも呼ばれる。核兵器は通常兵器と比較して威力が極めて大きいため、 大量破壊兵器として、核不拡散条約や、部分的核実験禁止条約などで規制されており、核廃絶を求める主張もある。第二次世界大戦下において、ドイツ、日本、アメリカ合衆国、イギリスなどで開発が行われた。1945年に、アメリカによって、初めての核実験が行われて、以降、冷戦期に、アメリカソ連フランスを中心に、 約2000回の核実験が行われている。原子爆弾はアメリカ合衆国が最初に開発に成功した。開発は1942年からのマンハッタイ計画で進められ、1945年7月16日にニューメキシコ州のアラモボード軍事基地の近郊の砂漠で人類最初の原実験、トリニティ実験が実行された。この原子爆弾のコードネームはガジェット、 ガジェットと呼ばれた。ソビエト連邦の原子爆弾開発は、1943年にソビエト連邦共産党書記長であるスターリンが原子力プログラムの開始を命じ、各物理学者、イーゴリ・クルチャトフがプロジェクトの責任者となって進むられた。1949年8月29日、カザフ共和国、当時のセミパラチンス実験場において、 最初の核実験、プルトニウム型原爆 RDS-1 が成功した。イギリスは1952年10月3日にモンテベロ諸島と西オーストラリアの間の珊瑚礁で最初の核実験、ハリケーン作戦を行った。使用された原子爆弾は長崎に落とされたファットマンの改良型である。 セラフィールドで生産したプルトニウムが足りなかったので、カナダから供給されたプルトニウムで補ったとされる。フランスも第二次世界大戦勃発直後から核兵器開発を始めたが、ドイツ軍のフランス侵攻により、フランス本土はドイツの占領下に置かれ、研究者たちは亡命し、計画は停滞した。戦後、亡命した科学者たちが帰国すると次世代エネルギーの 開発という名目で1948年から重水路が稼働して原子力開発が始まった。その後、右予曲折を経て1956年に原子爆弾実験と核融合研究の実施を決定した。1958年には発電用原子炉で年間4 0ラムのプルトニウムを生産する能力を持つようになり、1960年2月13日に アルジェリア領のサハラ砂漠で核実験を成功して4番目の核保有国になった。フランスは1960年から1996年までの間に核実験をサハラ砂漠で17回実施、ツリオポリネシアで193回実施した。フランスの核兵器に関する詳細はフランスの核兵器を参照。中国。 1960年代当初から第9学会と呼ばれる研究都市を海北、チベット族自治州に設けて核開発を推進してきた。1964年10月16日に初の原子爆弾実験に成功し、1967年6月17日に初の水素爆弾実験に成功した。インドは1974年5月18日に 初の核実験を行っている。パキスタンは1998年5月28日に初の核実験を行っている。北朝鮮は2006年10月9日に初の核実験を行っている。米国による日本への2発の原爆使用後、第二次世界大戦後の東西冷戦の激化とともに、アメリカ合衆国やソビエト連邦を中心に破壊力の大きな戦略兵器として、 原子爆弾の改良が進められた。核出力を100キロトン以上に強大化した大型原爆や熱核反応も加えて300キロトン程度に増強した強化原爆が開発された。また戦略用だけでなく戦術用での使用機として小型化も進められ、当初は4から5トンほどの重量だった原子爆弾を大砲より発射できる核砲弾や核無反動砲用に小型化したが、 これらの戦術用原子爆弾が実戦で使用されたことはない。原子爆弾のエネルギーは原子が核分裂反応するときに放出するエネルギーであり、原子核を構成する陽子、中性子間の核エネルギーを熱エネルギーや運動エネルギーとして取り出すものである。通常兵器が TNT 火薬などの化学反応によって原子の結合エネルギー、原子を構成する 電子軌道の位置エネルギーを取り出すのとは原理的に異なる。そのエネルギーの大きさは通常は同量のエネルギーを生み出す TNT 火薬の重量に換算、TNT 換算して評価する。しかし、これで評価できるのは爆発時の破壊力だけであり、核兵器の使用に伴う放射線障害や放射能汚染は考慮されていない。 原子核を構成する各種は核力によって互いに強く引力を受ける一方、原子核中の陽子は電磁気により極めて強い積力を受ける。通常原子スケールでは、核力の方がはるかに強いが、核力は距離に対し指数関数的に減少する。一方、電磁気力は事情でしか減衰しない。このため、原子番号の大きな原子核では、 電磁気力が打ち勝ち分裂する余地が生まれる。一び分裂すれば、もはや核力による引力はほとんど受けず、電磁気による積力が支配的になり極めて高いエネルギーを持ち互いに離れていく。具体的な現象としては中性子を吸収させて、核子の数のバランスを崩すと、原子核が液滴のように二つに分裂することがある。これを原子核分裂と呼ぶ。この核分裂によって、 分裂前後の各種の結合エネルギーの差分が外部に放出される。核分裂の際には通常数個の中性子が外部に放出される。そのため核分裂を起こす物質が隣接して大量に存在する場合には核分裂で放出された中性子を別の原子核が吸収してさらに分裂するという反応が連鎖的に起こることがある。 このような反応を核分裂の連鎖反応と呼ぶ。核分裂性物質の量が少ない場合には、連鎖反応は短時間で収束するが、ある一定の量を超えると中性子の吸収数と放出数が釣り合って、連鎖反応が持続することになる。この状態を臨界状態、あるいは単に臨界と言い,い、臨界状態となる核分裂性物質の量を臨界量と呼ぶ。 発言等に用いられる。原子炉ではこの臨界状態を維持する様に制御して、一定のエネルギー出力を得ている。原子爆弾に用いられる場合は、核分裂性物質を制御された、短時間で臨界状態にする必要がある。核分裂性物質が臨界量を大幅に超えて存在する場合には、分裂反応を繰り返すごとに中性子の数がし、反応が暴走的に進む。 この状態を、超臨界状態、物性物理学における、超臨界とは、意味が異なることに注意、または、臨界超過と呼ぶ。ごくわずかな超臨界状態であれば、制御可能な領域も存在する。そうでなければ原子炉の起動もできないが、一定以上の超臨界状態の制御は、不可能であり、閉器しても実用にならない。各分裂反応を起こす、物質。 各種はいくつか存在するが、原子爆弾には、ウラン235、または、プルトニウム239が用いられる。ウラン235は、広島に投下された、原子爆弾で用いられた。天然ウランは、核分裂を起こしやすいウラン235と、核分裂を起こしにくいウラン238からなるが、ウラン235は、わずか0.7%である。 原爆に用いるためには、ウラン235の濃度を通常90%以上に高めなければならず、過労じて核爆発を引き起こす程度でも最低70%以上の濃縮ウランが必要となる。放射能が少ないために取り扱いは容易であるが、ウラン濃縮には大変高度な技術力と大規模な設備、大量のエネルギーが必要とされる。ウランは後日の方針方式。 爆縮方式のどちらでも使用可能である。ウラン濃縮による原爆製造は初期設備投資は比較的安価だが電力を大量に消費し運転経費がかかる上同じ核物質の量でプルトニウムより少ない数の原爆しか作れないため原爆1個あたりの製造コストはプルトニウム原爆より高価になる。一方でウラン濃縮施設は フルトニウム生産国塩炉と違って地下に設置しやすく、大量の赤外線を放射しないので、偵察衛星に位置を打ちされにくい。また、方針方式は必要臨海量が多く、製造効率がは、甚はだ悪いものの、各実験なしでも、核兵器を持てる。そのため核開発初期段階の国は、ウラン原爆と方針方式の組み合わせを選択する場が多い。 イランの核開発もウラン原爆計画が主体である。マンハッタイ計画でウラン235が臨海質量以下の小片を2つが対させ臨海質量以上にすることにより容易に核分裂連鎖反応を開始できることが明らかになったため、広島型原爆には口実の方針方式が選択された。方針方式において ウラン原爆の臨海量は100%ウラン235の金属で2 2ラムとされている。広島型原爆ではウラン235が約6 0ラム使用されたとされる全ウランに対するウラン235の割合が80%の濃縮ウラン7 5ラム。プルトニウム239は自然界にはほとんど存在しない重金属であるが原子炉。 燃料転換率の高い原子炉が望ましい内で、ウラン238が中性子を吸収することで副産物として作られるため、ウラン235のような大量の電力を消費する、濃縮過程を必要とせず、原子炉で電力が得られるという利点もある。また、臨海量が 5kg とウラン235に比べて、かなり少量で済む利点がある。プルトニウムは、 放射能が強いため取り扱いは難しく、生産に、国塩炉、または、重水炉、再処理工場の建設費がかかるが、副産物として電力が得られ、一発あたり、生産コストが、トータルでは、ウラン原爆予安価に住み、核兵器量産に向くため、現在は五大国の核兵器生産はプルトニウムが主体である。しかし通常の工程で生成されるプルトニウムには、 プルトニウム240が兵器として使用できる許容量を超えるレベルで含まれており、このプルトニウム240は高い確率で自発核分裂を起こす性質を追っている。このため、方針方式では、プルトニウム全体が超臨界に達する前に一部で自発核分裂が起きて爆弾が試算してしまうなど、効率の良い爆発を起こすことが難しい。したがって、 密度の低いプルトニウムを球状にし、爆縮によって密度を高め各分裂連鎖反応を開始させる爆縮方式が用いられる。また各分裂連鎖反応が開始されてからプルトニウム239が飛散して終わりするまでの反応効率が方針方式よりも高いというメリットもある。長崎に投下された原子爆弾にはこのタイプが用いられた。なお、 爆縮方式を用いる場合でもプルトニウム240の含有量が7%を超えると仮想爆発の原因になり核兵器製造に向かない。日本の原子力発電で使われている軽水炉の使用済み燃料抽出プル,プルトニウムはプルトニウム240を22から30%前後が含有しプルトニウム240を分離しないと核兵器に使えない。 核兵器製造には、プルトニウム240含有量が7%以下の、兵器用プルトニウムが得られる、国塩炉や金型重水炉もしくは高速増殖炉。日本には、常用と文樹があるを使うのが普通で、北朝鮮の原爆計画の一つである、プルトニウム計画は、国塩炉、イラン原爆計画において防流である、プルトニウム原計画では、重水炉が使用されている。 技術の進歩で使用目的に適した爆発力を持つよう小型化されるようになったものを見にニ入クという少ない核物質で多くの核弾頭を製造可能な反面一発あたり威力もやや少なくなる米国の核物理学者トーマス・コクラン博士は爆縮方式の場合より少量で超臨界が可能であることに着目して臨界量を分析し直し今日では 従来より少量の核物質で超臨界が可能であり、プルトニウム原爆は最新技術では1 5キログラム、途上国の技術でも2キログラムでの超臨界が可能であると発表した。また、ウラン原爆は爆縮方式なら3から5キログラムでの超臨界が可能とみられている。長崎型原爆が2 0トンを超えていたのに対し、北朝鮮が2006年に行った。 核実験では中学への事前通知が4キロトン、実験結果が0.8キロトンだったことから、限界までプルトニウムを節約した小型核弾頭実験に挑んで、結果はややか総爆発気味であったのではないか、という観測もある。原子爆弾の構造は単純である。本質的には臨界量以下に分割した核分裂性物質の塊を瞬間的に集合させ、 そこに中性子を照射して、連鎖反応の超臨界状態を作り出し、莫大なエネルギーを放出させるというものである。ただし実際には、爆弾に用いる物質の性質に応じて大きく2種類の構造が用いられる。頑張れる型、A、頑張れる、または、方針方式はウランを臨界量に達しない2つの物体に分けて筒の両端に入れておき、投下時に、 起爆装置を使って片方を移動させ、もう一つと合体させることで超臨界に達するものである。合体の容易性から構造は大型と突型の組み合わせ、または筒型と柱型の組み合わせとなる。広島に投下されたリトルボーイがこの方式を採用した。しかしリトルボーイでは 60kg とされるウランのうち実際に各分裂反応を起こしたのは 1> 約1キログラムと推定されている。その他のウランは核分裂を起こさずに試算した。初期の核砲弾用弾頭などの量産例はあるが、方針方式を積極的に選択する意義は少ない、ため核開発、製造において主流ではない。インプロージョン型 A、インプロジアン、または爆縮方式は、英語のエクスプロージョン、爆発という語の X、外へという説答時を 因、イン内えに置き換えた造語で、爆縮は、その和訳である。爆縮方式とはその名の通り、プルトニウムを休憩に配置し、その外側に並べた火薬を同時に爆発させて、位相の揃った衝撃波を与え、プルトニウムを一瞬で均等に圧縮し、高密度にすることで超臨界を達成させる方法である。長崎市に投下された、ファットマンで採用された。 プルトニウムは自発核分裂の確率が高く、プルトニウム原爆は仮想爆発防止のためにこの方式でのみ実用可能となるのに対し、ウラン原爆はインプロージョン型、ガンバレル型のどちらでも可能である。しかしこの方式は衝撃波の調整や惑式レンズの設計が非常に難しく高度な計算に使用できるほど高性能なコンピュータが なかったマンハッタン計画時、数学者、ジョン・フォン・ノイマンたちの10ヶ月にも及ぶ、衝撃計算がなければ実現し得なかったと言われている。方針方式の原爆は、実地テストなしで、広島に投下されたが、爆縮方式の爆弾は、このような高精度の動作が求められたため、ニューメキシコ州アラモゴードのトリニティ実験で、設計通りに作動することを確認するテストが、行われた。 この方式は前述の方針方式より効率が良い。核分裂連鎖反応が始まって、核物質を試算させようとする圧力が働いても、爆縮による内向きの圧縮力が抑え込み、核分裂が継続するためである。そのため、第二次世界大戦以後製造された原子爆弾は、核開発の初期段階で製造されたものを、除きプルトニウム型、ウラン型ともに爆縮方式である。 DT 強化方式の原子爆弾、ブーステッドフィッションウェーポンは、爆縮方式の性能向上型であり、基本となる核分裂反応を利用した原子爆弾の中に、核分裂反応での分裂効率を高める目的で、核融合反応の用を加えたものである。原子爆弾は、核反応を起こすべき、核物質が全量エネルギーを解放するように作ることは21世紀。 現在も行えず、他の化学反応による爆発を利用した通常、爆弾と異なり、多くの核物質は核分裂反応に寄与せずに飛散してしまう。飛散する前により多くの核分裂反応をプルトニウムに行わせることができればそれだけ多量のエネルギーを生み出すことができる。DT 強化方式ではプルトニウムを使用した爆縮方式での球場のコアの中央に空洞部を 作って二重水素、デューテニウム、D、H と見え水素、トリジウム、T、H のガスを50%ずつ、計5グラムほど注入しておく。爆縮によって、プルトニウムが圧縮されながら、核分裂をはじめ1億度近くになった時点でこれらのガスは、DT 核融合反応を起こし、プルトニウムによる核分裂時に生じる7倍ほどの高速の中性子を一つ。 放ってヘリウムに変化する。DT 反応による高速中性子は通常ならばプルトニウムの核分裂断面積が小さくなってしまって分裂率が悪くなるが爆縮によって密度が増したプルトニウムの原子核では核分裂断面積は十分に補われて DT 反応由来の高速中性子が効果的にプルトニウム原子核を分裂させる。また、 中性子の速度が増すと、核分裂で生じる中性子の数は増加する。つまり、プルトニウム自身の核分裂反応由来の中性子による核分裂では中性子が2から3個ほどしか生じないが、DT 反応由来の高速中性子によって、同じプルトニウムが核分裂する場合でも、平均5個ほどの中性子が生じる。1個の中性子で5個ほどの中性子が作られることにより、 分裂効率は高められて、短時間で各分裂反応が進む。長崎型ファットマンでは分裂効率が14%だったとされるが、DT 強化型では30%にできるとされる。なお、核兵器についての民間の書籍などでは、この DT 強化方式の説明や構造模式図が、水爆の構造として記述されていることがある。しかし、 DT 強化方式はあくまで原子爆弾の一種であり、水素爆弾には分類されない。プルトニウム原爆において、反応剤のプルトニウム240含有量が7%を超過、爆縮が不完全、軽量化のため爆縮火薬を削減しすぎた余裕のない、設計、などの場合では、爆縮方式であってもプルトニウム240の自発核分裂の発生する。 外向きの爆風が TNT 爆縮火薬の内向きの圧力に打ち勝ってプルトニウム239の塊が十分に核分裂を完了する前に吹き飛ばしてしまう。この現象が仮想爆発でありプルトニウム239の一部しか核分裂しないため爆発力が計画値を大幅に下回ってしまう。実践においては1945年8月に 日本の二つの都市に原子爆弾が投下された。1945年昭和20年8月6日午前8時15分、日本の広島市に原子爆弾リトルボーイがマンハッタイ計画の責任者であるレスリーグローブスの広島、小倉、長崎のいずれかの都市に8月3日港の目視爆撃可能な天候の日に特殊爆弾を投下するべしという投下指令書を受けた。 B-29、エノラゲーによって投下された、一般的には大統領だったハリー・エス・トルーマンが投下を許可たことになっているが、トルーマンが原爆投下を許可したという証拠が見つかっていない上に、最近の研究でトルーマンは明確な決断をしていなかったことが明らかになっている。市内ほぼ中央に位置する T 字型のあい橋が目標点とされ、投下された原爆は、 上空600メートルで炸裂した。爆発に伴って熱線と放射線、周囲の大気が瞬間的に膨張して強烈な爆風と衝撃波を巻き起こし、その爆風の風速は音速を超えた。爆発の光線と衝撃波から広島などでは原子爆弾のことをピカドンと呼ぶ。爆心地付近は鉄やガラスも蒸発するほどの高熱にさらされ、 強烈な熱線により、屋外にいた人は、全身の皮膚が炭化し、内臓組織に至るまで高熱で水分が蒸発していった。苦悶の死体の形状を示す、水気のない黒焦げの意害が道路などに大量に残された。また、3 5トル離れた場所でも素肌に直接、熱線を浴びた人は火傷を負った。爆風と衝撃波も被害人大で、 爆心地から 2km の範囲で木造家屋を含む建物のほとんど全てが吹き飛んだ。爆発による直接的な放射線被爆のほかに、広島市の北西部に降った黒い雨などの放射性降下物、ホールアウトによる被爆被害も発生。また、10日後に救援や捜索活動のために市内に入った人に急性障害が多発した二次被害。 当時の広島市の人口は約34万人であったが、爆心地から 1.2km の範囲では、当日中に50%の人が死亡し、同年12月末までにさらに14万人が死亡したと推定される。その後も火傷の後遺症、ケロイドによる障害、体内被爆した出生時の死亡率の上昇、白血病や甲状腺がんの増加など見られた。 広島の3日後の1945年8月9日午前11時2分 B-29 ボックスカーが長崎市に原子爆弾ファットマンを投下した。投下地点は当日の天候のため目標であった市街中心地から外れ長崎市北部の松山町171番地、現松山町5番地テニスコートの上空であった。当時、 長崎市の人口は推定24万人。長崎市の同年12月末の集計によると被害は死者73,884人、負傷者74,909人、理災人員128,809個,個に上った。原爆の10日後の8月14日に日本はポツダム宣言受諾を決定し通告した。このことにより、 特に欧米では、原爆投下が日本に降伏を促したという論が、既成事実として受け入れられている。しかし、日本はすでに重炭爆撃で大きな被害を受けていたことに加え、原爆の開発途中から、原爆投下候補都市を決めて、通常爆弾による爆撃を禁じており、また、中立条約を結んでいたソ連が、対日参戦したことが重なることなどから、 原爆投下と日本の降伏との関連は未だに議論されている。なお玉音放送では原爆投下をポツダム宣言受諾の理由の一つに挙げている。日本の降伏により1945年11月に予定されていた九州南部への上陸作戦、並びに翌年3月に予定されていた関東地方への一大上陸作戦が中止となった。 この作戦が実行されていた場合、計百七万人もの米軍が東京に上陸し、双方を合わせて、広島と長崎の原爆による死傷者をはるかに、上回る戦死者を出しただろうと戦後に、米軍当局はコメントしている。このコメントが後年、米国における、原爆投下正当化の根拠となった、本土作戦に関する詳細は、米軍、ダウンホール作戦、日本軍、本土決戦、 結合作戦を参照。原子爆弾は高温の熱線と強い爆風だけでなく強い放射線を放出し放射能を有するゴミなどを多量に排出したため被害は TNT 換算で押し量れる爆発の熱や爆風だけにとどまらず原爆症と呼ばれる放射線障害や白血病や癌などの病気を被爆者に引き起こしその影響は現在も続いている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。